松田洸平、松田洸平、松田洸平、1922年1月28日から2002年7月10日は、松田、東洋工業の創業者一族であり、同社元社長、プロ野球、広島東洋カーアップ元オーナー。広島県広島市上上町、現、中区出身、京北中学校旧正修道中学校、京王義塾大学卒業。 祖父に実質的な松田創始者の松田茂次郎、父に二代目社長の松田つ次を持つ。長男は、現、広島東洋カープオーナーの松田元。次男は、広島 FM 放送、アンフィニ、広島元社長の松田博史。1956年に、東洋工業のディーラーで、子会社の広島松田社長に就任。1970年に、父、 ネージが制御したことを受け、東洋工業の三代目社長に就任。当時同社の売りは、ロータリーエンジンであり、ロータリーエンジンこそ、松田の活路と信じた公平は、当時の主力車種だったファミリア、ルーチェ、同年登場したカペラなどにロータリーエンジンを搭載した。しかし1973年のオイルショックによる、省エネルギー化への風潮に、ガソリンをガブ飲みすると言われていた。 ロータリーエンジンは徐々に経営されていき、松田社のシェアも低下していった。そして1977年、徳田博美の大倉省銀行局や小松雄五郎の通産省などの介入及びメインバンクの住友銀行の指導もあり公平は代表権を有志内会長に来、会社に対する発言力は低下していった。1980年には取締役相談役、 1994年に相談役、1998年に名誉相談役となる。広島東洋カープ、当時は広島カープは原爆投下から復興する広島のシンボルとして1949年末に産声を上げたがメインスポンサーのない球団だったため1950年の途中で早速経営期が伝えられるような状態であった。 広島市民球場の完成で経営危機は免れたもののチームは万年 B クラスに甘んじていた最高でも4位。1967年オフに東洋工業が筆頭株主となった際税制上の理由から球団名を広島カープから広島東洋カープに変更した。この球団名は現在まで変更されていない。東洋工業が カープのメインスポンサーとなると、父、常ねが、球団オーナーとなり、公平は同時に、オーナー代行に就任。1970年の11月に、常ねが成去すると、正式にオーナーに就任した。万年 B クラスだった球団を改革するべく1973年には、境内の同窓生、ベッドをオるを、1975年には、 球団初の外国人監督上ルーツを招兵。ルーツはフロントとの確出ですぐに帰国してしまうが、それまでのチームカラーを紺から赤、1977年から赤がメインカラーとなるに変えたカープは快進撃を見せ、全国に赤ヘル旋風を巻き起こし、球団創設から実質25年で初優勝を果たした。その後チームは小畑氏、阿南純郎、 山本浩二監督の時代までに5度のリーグ優勝、1979年、1980年、1984年、1986年、1991年、3度の日本一、1979年、1980年、1984年を果たした。また、アメリカの教育リーグへ選手を積極的に派遣。 今や定着したスピードガンは公平が1976年秋の教育リーグの土産としてアメリカから持ち帰り小場教スカウトに渡して使用したのが最初である。1990年にはドミニカ共和国に日本球開発のベースボールアカデミーカープアカデミーを設立し、従来の調達方法ではなく自前で外国人選手も育てる方針でチーム作りの手法を 示した。カープの選手をよく可愛がっていたことでも知られている。山本や絹笠義雄をはじめとする黄金期の主力選手を見守るだけでなく、時間の許す限り二軍の試合の観戦にも、駆けつけるなど、どの選手にも分け隔てなく接していた。ユフ院長に、自費で、カープの保養地を建てたり、王の豊かの結婚式に来賓でなく、あえて身内として、出席するなど、エピソードは、 埋挙に暇がない。堤美義明も在界のインタビューの中で、公平さんほどチーム状況を把握しているオーナーならば、現場に口を挟んでもいいと思うんです。と述べるほどだった。カープは1991年に優勝するものの、西武ライオンズに日本シリーズで敗れた。また、三村敏幸監督が優待した1998年以降は、ビリクラスに低迷している。 1991年以降はペナントから遠ざかったが、それでも公平は、時間を見つけては練習場や球場に姿を、表しては選手に声をかけて回った。カープのホームゲームでは、バックネット裏で選手の写真を撮るのが日課であった。2002年7月10日、胃がんのため80歳で没した。野球を愛し、カープを、親族愛した名オーナーで、当時の主力選手だった。 新井高博も、いつも、カメラ片手に激励に訪れるオーナーに声をかけてもらっており、亡くなった直後に行われた、オールスターゲームのインタビューで、じいちゃんから可愛がってもらったから、恩返しをしなきゃいけないと思いました。と語り、第二戦では、ホームランを放っている。新井はこの年、自己最高の成績を挙げた。カープの黄門時代を、 フロントから支え続けた功労が認められ、死去翌年の2003年に野球伝道特別表彰を受けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。